皆さん、こんにちは。いえ、こんばんは。すみません。こんばんですね。このパンフレットの、一つの内容を、読ませて、いただきたいと思います。このパンフレットは、このものです。実は、旅行中で、福岡から北九州まで旅行中である方からもらったパンフレットのこの内容を確かこのパンフレットの中で かかっている内容は確か真実と事実なので、やはり読ませていただきたいと存じています。じゃあ早速読みましょう。死という敵に打ち勝つ。どのように？人間の最初の両親アダムとエヴァが神に逆らい、人類は罪と死を受け継ぎましたか。受け継ぎましたが、人間に対する神の目的は変わっていません。神は聖書の中で繰り返しこう述べています。正しい人は、地上に住み続け、こうで永遠に暮らす。詩編、37章の29の節です。神は死を永久に飲み込む主権者である主エホバは、すべての顔から涙を抜く。イザヤ、第25章の8節、最後の敵である死が解き去られます。コリント第一の手紙15章の26節です。もはや死はなくなり、悲しみもため息も苦痛もなくなります。これはヨハネの幕四録、21のその4の節です。神はどうやって死を飲み込んで解き去るのでしょうか。確かに正しい人間は永遠に暮らすとありますが、常に善を行って罪を犯さない。正しい人間は地上に一人もいないとあります。その伝道書の第7章20節では、神は自分の基準を避けて不完全で罪を受け継いだ人間でも永遠に生きられるようにするのですか。それは考えられません。神は偽ることができませんと聖書にある通りです。テトス第一章の二節、人間を作るときに持っていた愛ある目的を実現させるため、神は何をしてくださいますか。死に打ち勝った目、死に打ち勝つために贖いを支払う。エホバ神は人類を死から救うために愛ある
これは日本語で、この漢字はどう読むのか、解決策を、講じました。贖いを支払うことです。贖いとは、損害を賠償するため、また公正の条件を満たすために支払われる、道の代価です。すべての人間は罪人で、死の、宣告を受けているので、聖書は率直にこう述べています。誰一人として兄弟を買い戻すことはできない。彼のための贖いを神に差し出すことはできない。つまり、人の命を買い戻す代価は非常に高く、とっても支払えない。詩編、第49章の7節と8節。不完全な人間は死んでも自分の罪の代償しか支払えません。自分を、不完全さから買い戻すことも、他人の罪の代償を支払って死から買い戻すこともできません。ローマ書第6章の7節。完全で罪のない人が自分の罪のためではなく、私たちの罪のために命を差し出す必要があります。ヘブライ、その手紙の第10章の1節から4節。神は物事を導き、自分の子イエスを天から地上に使わし、完全で罪のない人間として生まれるようにしました。ペテロ第1の手紙第2章の22節。イエスは多くの人と引き換える贖いとして自分の命を与えるために来たと言いました。マルコによる福音書、その第10章の45節。私たちを罪と死から解剖して命を与えるため、イエスは亡くなりました。ヨハネによる福音書第3章の、16節。死に打ち勝つのはいつか。聖書の予言通り、今は困難で危機的な時であり、私たちが悪い体制の終わりの時代に生活していることと明らかです。テモテ第2の手紙の第3章の1節。この体制は神をその、これは日本語でどう読みますか。調べてみましょう。すみません。そうですか。この体制は神を敬わない人々の処罰と滅びの日に終わります。ペテロ第2の手紙第3章の3節と7節。しかし神を愛する人たちにはこの滅びを生き残り、永遠の命を与えられます。マタイによる福音書第25章の
46節。他の100、他のいくつ100万の人々は復活した時に永遠に生きる機会を持つことになります。イエスはナインという町を訪れた際、死んだ人を復活させました。イエスは一人息子を亡くしたやも、イエスは一人息子を亡くしたやもめをかわいそうに思い、その息子を生き返らせたのです。ルカによる福音書、第7章の、11から15節、また パウロはこう言いました。私は何々希望を持っております。神が正しい人も正しくない人も復活させてくださると希望です。という希望です。この確かな希望は、神が人類を愛していることははっきりと示しています。いくつ10億の人々は永遠に生きることを楽しみにできます。聖書はこう述べています。正しい人は地上に住み続け、こうで永遠に暮らす。詩篇第37章の、29節。それが実現するとき、パロが、2000年ほど前に、記した心が解き立つ次の言葉を経験するでしょう。死をさ、勝利してみなさい。死をさ、トゲで刺してみなさい。コリント第一の手紙第15章その55節。人類の恐ろしい敵である死を打ち負かされるのです。死は、神は死を永久に飲み込む。イザヤ第25章の8節です。まさか、ここまで、このぐらいのエネルギー、とこの長い時間がかかるとは思いもしませんでしたよ。これはやはり私の日本語は、初心者かもしれません。まあ、やはり日本語を練習し続けるしかあるまいでしょう。じゃあ、今晩は日本語の練習は、ここまで、して、させていただきます。それじゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。また、次の YouTube の動画で会いましょう。そろそろ失礼します。また YouTube で会いましょう。じゃあね。バイバイ。